イチゴは青い鳥文庫から発売されている作、倉橋陽子、絵、サベアノマの児童文学。山に引っ越しした女の子、いちごの物語で、前後館。小学生のいちごこと、水木和子は家族で都会から山に引っ越してきた。そこで、父親主導で、キャンプ場を開いた。最初は、イチゴの山の不便な生活が嫌だったが、キャンプ場近くで父親と暮らす少年。 光と出会い、植物や動物の声を聞いているうちに山の生活が好きになった。イチゴの住むキャンプ場に以前喧嘩したままになっていた緑ちゃんがやってきた。最初は仲直りがうまくいかなかったが、工夫して仲直りをした。イチゴの学校で劇をやることになった。イチゴは主役をやろうとするが、みんなはみほちゃんを主役に従る。女子がイチゴの味方をしたが、 それでは、いちごも納得しなかった。いちごは、親友のゆりちゃんを主役に推薦し、結局主役は、みほちゃんといちごの二人でやることになった。学芸会の件も一段落したところだったが、三館での母親の入院中に出会った、腎臓が悪い病気のゆう子が、ひかりのことを好きになってしまう。そのことで、いちごは、わずかながら、焼き文字を焼いてしまった。一方で、 イチゴの学校にはマリオという東京からの転校生が現れ、イチゴとマリオは親しくなる。マリオと親しくなったことを光に手紙で伝えるイチゴだったが、光もイチゴに焼き餅を焼く。光とイチゴは次第に距離を置くようになる。そんな中、山に工場を建設するという計画が始まり、イチゴたちの学校は大騒ぎ。マリオの父は工場建設の責任者であり、 イチゴの父は反対していた。そして何者かによって山が火事になってしまう。お母さんが亡くなってしまい悲しみに浸るイチゴ。悲しみに暮れるイチゴは心配したジュニアや仲間たちの支えを受けて笑顔を取り戻す。大好きな光が受け止めてくれるお話。倉橋陽子の作品パセリ伝説の公式ウェブサイト。完結後はラメール性物語。 魔女の診療所など最新情報を更新している倉橋陽子先生からのメッセージなども定期的に掲載中。ありがとうございます。